では皆さん、この野菜なんだかわかりますか？ネギ？ネギに似ていますね。でもネギではありません。これはわけぎという野菜です。わけぎはネギと玉ねぎの一種が掛け合わさってできたものです。そのわけぎの生産量全国第1位はどこだと思いますか？実は広島県が全国第1位、日本一なんです。県内では主に尾道市や三原市で多く生産されています。しかしその出荷量は年々減ってきています。ここでクイズです。まず第1問、 A と B のどちらがわけぎなのかわかりますか？第2問、わけぎの育て方はどちらでしょう？ A 種をまく、 B 球根を植える。第3問、わけぎを食べる習わしがある行事は A ひな祭り、 B 七夕のどちらでしょう？正解はわけぎ農家の方に聞いてみましょう。お話の中に正解があるのでよく聞いてくださいね。ここは尾道市向島町にある岩志島です。わけぎ農家で JA 尾道市わけぎ部会部会長の奥本さんにお話を聞きました。わけぎの栽培について教えてください。土壌消毒をして、その後肥料をまいて耕運して、種球を球根です、それを植えて、あと適宜に灌水や肥料をやって育てていきます。この地域でわけぎが多く生産されているのは地域の気候風土とどのような関係があるんですか？北側は中国山地、南は四国山脈で囲まれていて、とても温暖で気候のいいところと、あと土質が砂でできてますから非常に水はけがいいということで、わけぎの栽培に適した、環境になっています。わけぎの旬はいつになりますか？年間に2回ありまして、秋の、10月から11月、これがよく育って出る時期です。で、あと3月3日の桃の節句前後によく、出荷されるようになってます。美味しいのは、2月から3月、冬の寒さにわけぎが当たって甘みを増して、葉も柔らかくて味も甘みもあって非常に美味しいわけぎだと思っております。ひな祭りとわけぎって関係があるんですか？わけぎの特性が、一粒の球根から20とか30の株に分かれる、それで子宝が増えるということで非常に子孫繁栄の縁起の良い食材ということで、関西地方では昔からその桃の節句にわけぎを食するということを行われているようです。わけぎのおすすめの食べ方を教えてください。ぬたが定番なんですけど、私たちの家庭では、鍋に入れたりとか、特にすき焼きは美味しいと思います。それとあとチヂミとか、ハンバーグに入れたりとか、卵焼きに入れたりとか、ラーメンのにかけたりとか、お好み焼きやたこ焼き、そういったものにもかけて、食べれますので、手軽に使っていただければと思っています。